ペイトン・マニング、ペイトン・ウィリアムズ・マニング、ペイトン・ウィリアムズ・マニング、1976年3月24日帯は、ルイジアナ州ニューオーリンズ出身の下、アメリカンフットボール選手。NFL のインディアナポリス・コルツや、デンバー・ブロンコスで活躍した。ポジションは、クォーターバック、QBE。史上最高のクォーターバックとみなされることが多く、歴代最多の、 通算タッチダウンパス記録やリーグ MVP を歴代最多の5回受賞など多くの歴代最高記録を保持している。第41回スーパーボールで初優勝、スーパーボール MVP にも選ばれており、第50回スーパーボールでは2回目の優勝を果たした。弟のイーライ・マニングもニューヨークジャイアンツの QB として兄と同じくスーパーボール優勝。 MVP 受賞を果たしている。ルイジアナ州ニューオリンズ出身で、フットボール一家の次男。父親は、ニューオリンズセインツのスター QB ーーアーチー・マニング。兄、クーパー・マニングは、高校、大学で WR として活躍したが怪我のため、フットボールの道を断念している。弟のイーライ・マニングは、ニューヨーク・ジャイアンツで先発 QB を務めている。マニングは、 父の母校であるミシシッピ大学ではなくテネシー大学に進学したことで周囲を驚かせた。11,201ヤード、89タッチダウン、先発45試合中39勝でテネシー大学史上最高のパッサートな勝ち数でサウスイースタンカンファレンスの記録を破った。百九十四年一年生の時にマニングはクォーターバック三番手となったが、 ミシシッピ州立大学との試合で、トット・ヘルトンが怪我をしたためジェリー・コルキットはマニングに引き継がせたが24対1で負けた。翌週、ワシントン州立大学戦で初先発して10対9で勝ち、その後は1試合を除いて、全勝の8勝4敗となり、ゲーターボールでバージニア工科大学と対戦して45対23で勝利した。1995年、 イーストカロライナ大学、ジョージア大学に勝ち、フロリダ大学と対戦するためゲインズビルに向かった。フロリダ大学戦で彼は326ヤードにタッチダウンで、ハーフタイムまで30対21で勝っていた。しかし後半戦で、フロリダ大学が巻き返して62対37で、テネシー大学が負けた。アラバマ大学に十一対十四で勝つなど、この後の八試合を全勝し、 これがこの年のテネシー大学唯一の負け試合となった。その後、シトラスボールでオハイオ州立大学に勝った。テネシー大学はランキング3位となり、マニングはハイズマン賞投票で第6位となった。1996年、テネシー大学はネブラスカ大学林間校に続き、ランキング2位で開幕し、決勝戦有力候補の一行とされていた。しかし、 ネバダ大学ラスベガス校、カリフォルニア大学ロサンゼルス校との最初の2試合で勝ったが、フロリダ大学との試合で、マニングが投げた球が4回インターセプトされ、35対29で負けた。次の4試合で連勝し、次のメンフィス大学戦ではマニングが296ヤード投げたにもかかわらず、テネシー大学は負けた。テネシー大学は、残り試合で全勝し、 シトラスボールでノースウェスタン大学と戦し、マニングは408ヤード投げ4回タッチダウンし48対28で勝利した。彼はこの試合の MVP に選ばれた。3年間でスピーチコミュニケーション学士を取得し、1997年の NFL ドラフトでトップを狙ったが、4年生まで過ごすことにした。1997年、テネシー大学は、 テキサス工科大学戦、UCRA 戦での勝利で開幕したが、フロリダ大学戦で33対20で負け、マニングにとって、フロリダ大学に3回負けたこととなった。テネシー大学は、残り試合で全勝し10勝1敗となり、SEC チャンピオンシップに進出し、オーバーアン大学と対戦して30対29で、勝利した。4回タッチダウンして MVP に選ばれたが、 彼はその過程で負傷した。テネシー大学はランキング3位となり、1998年、オレンジボールでランキング2位のネブラスカ大学と対戦した。もし、テネシー大学が勝ち、ランキング1位のミシュガン大学が、ローズボールでワシントン州立大学に負ければ、テネシー大学が全米チャンピオンシップに進出できた。しかし、テネシー大学のディフェンスは、 ネブラスカ大学の攻撃を止めることができず、42対17で負けた。テネシー大学の看板 QB として、なお馳せ、1997年には3819ヤードを投げて 36TD。大学最終学年のマニングは、オールアメリカンチームに選ばれ、マクスウェル賞、デイビー・オブライアン賞、ジョニー・ユニタス賞、SP 賞大学フットボール選手賞などを受賞した。 ハイズマン賞の投票で、チャールズ・ウッドソンについで2位、全米のアマチュア選手最高の賞である、ジェームス・サリバン賞を受賞した。2005年、テネシー大学は、マニングの背番号である16番を、永久欠番とした。ニーランド・スタジアムへの道の一つに、ペイトン・マニング・パスと名付けられた。マニングは学業においても優秀で、1997年に選ばれ、全米フットボール基金から、 全米小学選手賞を受賞した。1998年の NFL ドラフトの全体に一位で、コルツに入団。新人年から2010年シーズンまで全、試合先発出場を続け、同チームを6度の地区優勝に導いている。1998年にはパスを326回、成功させ新人 QB による NFL 記録を作った2010年。 セントルイスラムズのサムブラッドフォードが更新。この年は3勝13敗に終わったが、1999年、コルツはドラフトの2日前にマーシャルフォークをセントルイスラムズへトレード、ハイズマン賞 RB のリッキー・ウィリアムズではなく、エジャリン・ジェームズをドラフト一順で獲得。この年チームは13勝3敗の成績を挙げて、AFC 東地区で優勝。マニングは、 初のプレーオフ出場を果たした。プレーオフでは、初戦でテネシータイタンズに16から19で敗れたものの、ジェームズ、マービン・ハリソンと共にプロボールに選ばれた。2000年、開幕から6勝2敗、その後5試合で4敗したが、最後の3試合を連勝し、10勝6敗でシーズンを終えて、プレーオフに出場した。プレーオフでは、マイアミドルフィンズに17から23で敗れた。 2001年は10月25日の試合で、エジャリン・ジェームズがシーズン絶望となる膝の負傷を受けたこともあり、最後の9試合で7敗するなど、6勝10敗でプレーオフを逃し、シーズン終了後、ジム・イーモーラヘッドコーチは解任され、タンパベイバッカニアーズヘッドコーチだったトニー・ダンジーが、新ヘッドコーチに就任した。2002年、チームは10勝6敗で、ワイルドカードで、 プレイオフに出場したが、プレイオフ初戦で、ニューヨークジェッツに0から41で敗れた。2003年、チームは12勝4敗、マニングは、テネシータイタンズのスティーブ・マクネアと共に、シーズン MVP に選ばれた。プレイオフで、デンバーブロンコスに41から10、カンザスシティチーフスに38から31で勝利。この二試合でマニングは八 t d 零 i n t と大活躍したが、 AFC チャンピオンシップゲームで、トム・ブレーディのニューイングランドペイトリオッツ戦では、TD4INT で14から24と破れた。2004年には決して破られることはないと言われていた、ダン・マリーノのシーズン TD パス記録を更新する 49TD を上げる活躍を見せ、マービン・ハリソン、レジー・ウェイン、ブランドン・ストーク・クリーの3人に、それぞれ2桁 TD を通した。 しかしプレイオフでは前年と同様ペイトリオッツに3から20で敗れてシーズンを終えた2005年チームは東京ドームで行われたアメリカンボールも含めてプレシーズンゲームで5連敗したしかしレギュラーシーズンに入ってからチームは連勝10月17日のセントルイスラムズ戦ではマービン・ハリソンへの86本目となる TD パスを通しスティーブ・ヤング ジェリー・ライスが持っていた NFL 記録を塗り替えた。また、第9週には敵地で9連敗中だったニューイングランド・ペートリオッツを40から21で破った。この年チームは開幕から13連勝したが、サンディエゴ・チャージャーズ、シアトル・シー・ホークスに敗れ14勝2敗でシーズンを終えてホームアドバンテージを得てプレーオフに臨んだが、 ピッツバーグスティーラーズに18から21で敗れた。2006年の第7週、ワシントン・レトスキンズ戦の第2級に、アンドレ・カーター、フィリップ・ダニエルズに危険なタックルを受けた。この年12勝4敗で、プレイオフに出場、ニューイングランド・ペートリオッツとの AFC、チャンピオンシップゲームでは18点差から、逆転勝利し、自身初のスーパーボール出場を果たした。 第41回スーパーボールでは、パス38回中25回成功、247ヤード、1td、1int を上げて、シカゴベアーズを29から17で破り、スーパーボール MVP に選ばれた。2007年は、ディビジョナルプレイオフで、サンディエゴチャージャーズに敗れた。2008年、チームは1勝2敗とで遅れたが、終盤に9連勝し、 自身3回目のシーズン MVP に選ばれた。2009年シーズン、前年から続けていたレギュラーシーズンの連勝23とし、NFL 記録を更新した。この年、チームは開幕から14連勝し、ニューヨークジェッツ戦では、マニングラは試合途中から下られて、温存、15から29で敗れた。ホームで行われたこの試合ではファンから、ブーイングも起きた。 最終週のバッファロービルズ戦でも途中からベンチに、下がりチームは、破れ14勝2敗でシーズンを終わりた。この年、史上初となる4度目のシーズン MVP に選ばれた。プレイオフでは、ボルチモア・レイブンズでは、パス44回中30回成功、2TD、1INT で20から3と勝利、AFC チャンピオンシップゲームのニューヨークジェッツ戦では、 後半に2本の TD パスを通すなど、パス39回中26回成功、377ヤードを投げて 3TD、30から17で勝利、3年ぶり2度目のスーパーボール出場を果たした。ニューオーリンズ・セインツとの第44回スーパーボールで彼は、第1球にスーパーボール大記録となる96ヤードのタッチダウンドライブを決めた。その後逆転された後、 ジョセフは大の TD ランで締めくくる76ヤードの TD ドライブを演出し、17から13と逆転した。17から24とリードをされた第4球、敵陣31ヤードまでボールを進めたが、最後トレイシーポーターにインターセプトリターン TD を許し、17から31で敗れた。2010年に NFL ネットワークで放送、発表された。 最も偉大な100人の NFL プレイヤーにて、現役選手としては最高位となる第8位に選出された。発表時の現役選手で、マニングに次ぐのは、第18位に選出された、ボルチモア・レイブンズの LBE ・レイ・ルイスで、ルイスは、マニングのプレゼンターを務めている。QB では、ジョーモンタナとジョニー・ユナイタスに次いで3番目に高い順位であった。なお、半投票においては、 第5位に選出されており、これも発表時の現役選手としては最高位である。この年もチームはプレーオフに出場したが、ワイルドカードプレーオフでニューヨークジェッツに16から17で敗れてシーズンを終えた。2011年5月23日に首の手術を受けた彼は9月8日にも手術を行い、連続先発出場試合記録は227試合で途絶えた。 そのままシーズンを全休した。開幕から欠場を続けたが、故障者リスト入りはせず、チームはシーズン中の復帰の可能性を残し続けた。チームは開幕から13連敗し、第15週にようやく勝利を挙げたものの2勝14敗、シーズンオフには、ジム・コールドウェルヘッドコーチ、QB コーチも務めたヤビル・ポリアンナ・ドコルツの首脳陣がのきなみ解任された。 2012年3月7日、コルツから解雇された。コルツを退団したマーニングには、デンバーブロンコス、ワシントン・レッド・スキンズ、テネシー・タイタンズ、サンフランシスコ・フォーティナイナーズ、マイアミ・ドルフィンズ、シアトル・シー・ホークスが興味を持った。3月20日、デンバーブロンコスと、推定5年、年俸総額9600万ドルで契約。1年あたりの年俸総額では、 NFL トップとなった。ナオマニングがコルツで使用してきた背番号18は、ブロンコスではフランクトリプカの永久欠番であったが、チーム及びトリプカが快諾し、18を継続して使用することになった。この復帰シーズンでは、9月9日のピッツバーグスティーラーズとの開幕戦で、パス26回中19回成功。 253ヤード、2td の活躍で31から19と逆転勝利した。最終週のカンザスシティチーフス戦では、パス29回中23回成功、304ヤード、3td で38から3と勝利、チームは最後の11試合で連勝し、13勝3敗、AFC 第一シードでシーズンを終えた。この年マニングは、パス4659ヤード、 3 7 t d 1 1 i n t q b レーティング105.8と怪我の影響を完全に払拭する抜群の成績を挙げてカムバック賞に選ばれた。ボルチモア・レイブンズとのディビジョナルプレイオフではパス43回中28回成功、290ヤード、3td,2int,1 ファンブルロストでオーバータイムでのインターセプトが相手の決勝 FG になり破れた。 2013年9月5日のボルチモア・レイブンズとの開幕戦でパス42回中27回成功、462ヤード、NFL 大記録となる 7TD パス、インターセプト例の活躍を見せた。1試合 7TD パスは、ミネソタ・バイキングスのジョーカップが1969年9月28日に記録して、以来44年ぶりの出来事で、史上6人目の快挙であった。 第16週のヒューストンテキサンズ戦で 4TD を上げてシーズン 51TD パスの NFL 記録を作った。2014年9月8日、フルスノコルツに勝利し、ブレッドファーブに次いで史上2人目となる全32チームからの勝利を達成した。2016年2月7日、第50回スーパーボウルで NFC 代表のカロライナパンサーズに24から、 銃で勝利。この勝利で史上初めて二つの異なるチームで頂点に立った先発 q b となった。3月7日、現役を引退し、18年のキャリアに終止符を打つと発表した。最後の言葉は私は果敢に戦ってきました。18年経過後、フットボールレースを終えます。あなたにご加護あれ、フットボールに神のご加護あるであった。 3月18日、インディアナポリス・コルツはマーニングが、コルツ時代に14年間着用していた18番を永久欠番とし、ルーカス・オイル・スタジアムにマーニングの銅像を建てることを発表した。オーディブル、スクリメージを組んだ後に、作戦変更の指示をすることを多用するのが特徴である。また2003年のマンデー・ナイト・フットボール、タンパベイ・バッカニアーズ戦で、 残り3分37秒か21点差をひっくり返す試合など、第4球でのカムバック回数は44回で、1998年以降、NFL に在籍する選手の中で最も多い。2009シーズン終了時点のレギュラーシーズンのみ、ちなみに、同記録の最多47回のジョン・エルウェイ。非常に練習熱心で常に完璧を目指すという姿勢から、 チームリーダーとして信頼されている一方、感情的で負けず嫌いな一面があり、時にはチームメイトやコーチ人との圧力が取り沙汰されること、あった。日本の解説者は、コーチ人との圧力の例として 49TD を決めた試合でのパントチームを追い返したように見えた。サイの話を出すが、この話は、今では、誤りとされている。HC とー・ダンジーが、 ギャンブルの指示を出す者の危機の不調により伝達が行われず、マニングが代わりに戻るように指示したというのが真相とされている。よって、コーチ人との圧力自体が存在するのかどうかも怪しい話である。2003年シーズンのプロボールでのテレビインタビューにおいて、コルツの正キッカーであったマイク・バンダージャについて、俺たちは酒によって口走った間抜けなキッカーについて話している。 悲しいことに、彼は、いいキッカーなんだ。いいキッカーなんだよ。ただ、彼は間抜けなんだ。と発言した。しかしながらこれもバンダージャットがマニングと当時、コルツのヘッドコーチだったトニーダンジーを批判したことが、ことの発端である。なおプロボールでは、試合時間残り3秒からのバンダージャットの FG が、外れ、55から52で、AFC が敗れた。 ルイジアナ州ニューオーリンズで元 NFL クォーターバックの父アーチー・マニングと母オリビアの元に生まれた。2001年生パトリックの祝日にテネシー州メンフィス出身のアシュリーと結婚した。アシュリーはバージニア大学卒業生で両親から隣人として大学入学直前のマニングを紹介されたのが最初の偉大であった。ペイトンとアシュリーには男女の双子がいる。 アシュリーは2012年6月に NBA のメンフィス・グリーズリーズを買収したグループの一員となっている。マニングはキリスト教徒である。マニングによると13歳の時に人生をイエス・キリストに委ね、それ以降信仰が最重要となった。マニングは優先順位は信仰、家族、友人、フットボールと語った。彼は毎晩および試合前に祈っており、 自分が天国に行く前にキリストを不快にさせたくないとし、またキリストに人生を委ねた時から人生はより良いものに、そして自由になったと語った。マニングはフットボールにおける記憶力が抜群であると報じられている。彼はドラフト後一週間でコールツの戦略を記憶し、2012年には16年前にテネシー大学で使用した戦略の詳細を精密に 語った。夏の間、アーチー、ペイトン、イーライ、クーパーは5日間のサマーキャンプである、マニングパッシングアカデミーを開催し、クォーターバック、ワイドレシーバー、タイトエンド、ランニングバックの防御技術の向上を図っている。またこのマニング一家のキャンプには、コルツのワイドレシーバーのマーヴィビン・ハリソンや、レジー・ウェインなど多くの有名手がコーチとして参加する。2000年、ペイトンは、 アーチーと共に、マニング、エイファーザー、ヒズサンズ、アンド、エイフットボールレガシーを表した。これまでのアーチー、クーパー、ペイトンの人生と経歴が記され、アーチーとペイトンのそれぞれの視点から、フットボールの分析をしている。2009年、ペイトン、イーライ、アーチーは、スカラスティック、プレッシャー出版の児童書、ファミリーハドルを共に執筆し、 幼少時代のマニング三兄弟のフットボールの練習風景が簡単な文章とじまっと戦の絵により描かれている。マニングはフレッド・トンプソン、ボブ・コーカー、元アメリカ合衆国大統領ジョージ・ W ・ブブッシュなど共和党政治家に8000ドル以上を寄付した。2012年10月26日、マニングはコロラド州全土のパパジョンズ・ピザのフランチャイズ店21店を 買収した。真面目な優等生のイメージが強い人物ではあるが、CM やバラエティ番組等に出演した際にはユニークな一面を見せることもある。マニングの出演している CM についてメディアからコメントを求められたシカゴベアーズのブライアン・アーラッカーは、俺も彼の出ている CM のファンなんだと答えている。マニングは多数の CM に出演しており、NFL で 最も商業的に成功しているプレイヤーである。マニングは、インディアナ州インディアナポリスのイメージ工場に一役、買っている。インディアナ州立博物館の館長は、ペイトンなしで、ここで、スーパーボールが開催されることはない。ペイトンなしで、ルーカソ・イール・スタジアムは成り立たない。ペイトンがいないことはコルズにとって、ロサンゼルスと同じことであると語った。彼は NFL で、 最も人気のある選手となり、NFL のシーズンになると、テレビ出演や、広告印刷に登場する。2008年、サタゲーナイトライブのスポーツ特集で、子供フットボール、高校フットボールのシーンに出演した。2006年から、ESPN の,の CM に、両親のアーチーとオリビア、兄弟のイーライト・クーパーと、一家総出で出演し、一家が、 スポーツセンタースタジオを見学する後ろで、ペイトンとイーライが悪ふざけをする設定であった。ディレクティビーの CM で、第4の壁に向かって、セレブリティが話しかけるシリーズに出演した。マニングは、テネシー州、ノックスビルの生命アリー医療センターの広告にも、登場している。2007年3月24日、彼の誕生日に、 サタデーナイトライブにおいて音楽ゲストがキャリー・アンダーウッドの会に司会を務めた。この会は10ヶ月以上ぶりの最高視聴率となった。彼の出演するオープニングにおいて彼の人生の目標の2つであるスーパーボール優勝とアメリカのテレビコマーシャルの半分以上に出演してるという冗談で自分が最も人気のある選手であることをそれとなく語った。また彼は キッズ・チョイス・アワードで男性アスリート賞を受賞した。2007年5月27日、マニングはインディ500でスタートを告げる緑の旗を振った。2009年、マニングはザ・シンプソンズのエピソードにイーライト・クーパーと共にゲスト出演した。バートに弟ができ、有名な兄弟であるマルクス兄弟、ブルース・ブラザーズ、ライト兄弟、マリオ・ブラザーズ、 マニング兄弟に会う夢を見るという話であった。2012年、スターウォーズシリーズの小説家、ドリュー・カーピシンはインタビューにおいて、マニングを NFL で最もジェダイナイトにふさわしい人物に選んだ。この男はいつも落ち着いて、クールで冷静に見える。彼はジェダイの信念の感情はなく、平成だけに準じている。それでも彼は素晴らしい選手で、 ブロンコスの球場にいると競合となる。昨年、彼はホースを使ったに違いない。2014年、ラッパーのオ OT ジェネシスは、タッチダウンでマニングに言及した。2015年5月、マニングは、レートショーウィズ、デイビッド・レターマン最終回のトップ10、リストのコーナーに登場した。NFL での活動開始直後からマニングは、ルイジアナ州、テネシー州、 インディアナ州の恵まれない子供を助けるチャリティ組織ペイバックファンデーションを開始した。これによりマニングは社会奉仕活動に贈られるジェファーソン賞の一つであるサミュエル・エス・ベアード賞35歳以下部門を受賞した。マニングは、イーライと共にハリケーン・カトリーナの復興支援ボランティアを行った。マニング兄弟はニューオリンズの人々に総重量3万パウンドの水、ゲータレード、 粉ミルク、おむつ、枕を届けた。2007年9月、インディアナポリスのセーヴィンセント病院は、子供病院の名をセーヴィンセント・ペイトン・マニング子供病院と改名した。マニングと妻はインディアナポリス・コルツ所属時からこの病院に寄付するなど、関わりを持ち続けている。2013年現在、ペイトンとイーライは、プロとして3度対戦している。 これらはマニングボールと呼ばれており、2013年現在、ペイトンはインディアナポリスコルツで2回、デンバーブロンコスで1回の計算奨励杯でで、E ライの所属するニューヨークジャイアンツを下している。2006年9月10日に最初のマニングボールが行われ、26対21で勝利し、2010年9月19日の2回目のマニングボールでは38対14で勝利し、 2013年9月15日の3回目のマニングボールでは41対23で勝利した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。